だなど見せない強気なあなたを、そんなに悲しませた人は誰なの。終わりを告げた恋にすがるのはもうやめて、しめじですね。しめじも入れていきます。ちょっと量が足らないかもしれないけど、あ、でもこれぐらいあればいいでしょう。はい、しめじもインします。あとは、なくてはならないカルボナーラにしましょう。卵、いきましょう。今回は全卵をですね、2つ使いますね。あ、いろいろあると思うんですけど、そういうやり方です。このやり方がですね、一番いいんですよ。あと、ワンパン程度ということで、なんかワンパンプレートの時はですね、この表記の1分プラスでした方がいいということなので、6分でちょっと茹でてみたいと思います。ちょっと初めての試みで分かりませんけど、ちょっとやってみます。あー、もう入れてもいいかな。はい、入れますね。今からちょっと火を止めますね。今の段階で卵を入れるとダマダマになりますので、今火を止めました。これがね、収まると卵を入れても大丈夫です。はい、それではカルボナーラを作っていきますね。まずはこの卵を入れます。冷ましてからですね。できます。で、ここにブラックペッパー入れましょうかね。粗挽き胡椒。塩入れてなかったので、ちょっと塩も入れますね。塩を
入れました。めちゃくちゃうまそう。結構こうトロトロになってきましたね。やっぱこうトロトロじゃないと美味しくないっていうのもありますけど、これぐらいトロトロになります。出来上がりです。やっぱゴムベラいりますね。ゴムベラ入れます。うまそうですね。カルボナーラの完成です。箸でいただきます。うん、うまいです。